始まりました、さゆチャンネルです。はい、今日はかわいいかわいいやめてはい、今日は上野ひなとちゃんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ひなとちゃんは同い年で、はい、なんと所属先が一緒の飯田通商さんの、はい、こっちですね。こっちでした、はい、はい、一緒の所属先で今日は一緒に YouTube 楽しくラウンドしたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。浜名湖どうですか、初めてですか。いや、何度か、はい、何度か。しかも TWGT とかもひなとちゃんも来てたりとかで一緒にラウンド何回かしたことあるんで、この浜名湖について喋ったり飯田通商さんに喋ったりいろいろ楽しい話しながらラウンドしたいと思います、はい、見てください。見てください。じゃあひなとちゃんからじゃあお願いします。はい、お願いします。ナイス。めっちゃ良くない？え、いいのかな？ナイス。ありがとう。ちょっと今日は教えてください、私。いや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 、どこ飛ぶか分からないんで。こちらこそだわ。はい、ここナンバー、はい、1番ホール339ヤードです。めっちゃ噛んだ。お願いします。オッケー。おー、ちょっと右、うん、全然。はい、オッケーです今さ、めっちゃどこ向いてるのか全然わからなくて。私も分かんなかった。マジ？なんかほんまにね。いきます。はい、分からんすぎて。でもなんか方向とかめっちゃ分からんくならん。なコースばっか言ってた。今悩みがそれです。しかもさ、なんかこういう広いコースよ、うん、なおさらじゃない。いや、もう本当になんか、ね、ここっていうとこがないから。どこっていうか、あそこら辺とかやったら、うん、なんかふわーんってなるよ。なるなる、大体でね、なっちゃうよね。いや、なるねいや雨降るな降る。でもなんか大丈夫そうじゃない？そうだね、ギリギリ晴れてるけど。いけそうだよね。まあこれ勝負かかってるよね。こっちも勝負かかってる。こっちもこっちもかかってる。どっちもやばいよ、うん。最近ゴルフはどうですか？最近ですか、なんか先週、うん、ちょっと肩首壊しちゃって。え、そう、マジ？やばいじゃん。そうで、なんかマジで打てなくて。うん、大丈夫？今は大丈夫。本当、あ、治った。治った。治りました。お、頑張ります。でもさ、それはなんか、なんで練習しすぎた？いや、なんかわかんないの、あのね、うん、なんか寝起き、うんうん、で、あ、首寝違えたとかあるじゃん。それがなんか、うん、日中来るの。日中に？そう、起きてちょっとしてから来るんだよね、うん、やば。だからいつ来るかが全然わかんなくて。そう、疲れなんじゃない？そうね、何なんだろう、うん、でもさ、ツバメがめっちゃ下低く飛んでるから雨降るかも。関係あるの？ありますよね。なんか昔の人とかツバメがあえて低く飛んだら雨みたいなさ。え、てかさ、鳥ってさ、雨降ったらどこ行くん？え、木に休む。木に休んでんじゃない？木に休んでんの。115です。はい、フォローですね。ピッチングでいきます。真ん中から。ナイスー。うまっ。うまい？うん。うまい。かわいいな。115ヤード、ピッチングで。なんかいつもここはアゲンストなんですけど、今日はフォローです、なんか。雨だからかな。ちょっと今マジでどこ向いてんのかわかんないな。まっすぐ。あー、ダフった。
たからちょっと手前かも。ほら。あー。残念。残念。なんかさ、ほんまに当たらんのよ。どこ向いとるか教えてよ。じゃあちょっとひなちゃんとはストローク勝負をね、うん、したいと思います。はい。でも、普通のストロークもいいけど、なんかこう、やっぱ自分の戦略とか、うん、これは何ヤードだから何番でどう打つとかも言いながら、うん、ぜひ、わかりました。お願いします。今のはちょっとさよ、今本当にどこ向いてるのかわかんなくて、平行感覚なさすぎて、うん。で、なんかやっぱ気持ち悪くて、なんかすごい、あ、結構、触れない。そう。また勝負ですね。罰ゲーム決めときますか。うわ、怖い。何ですか、罰ゲーム。怖い。怖い。ひなたちゃんの罰ゲームは決まってるんで。え、なになになに、やだ。でも、モノマネはやだ。なんでそんな話したの。なに絶対にやだ。なんでいきなりそんな。え、私のモノマネめっちゃつまんないよ。したことあるんや。うん、リカさんの YouTube で、ね、やだ、やったんだけど。ここは、ちょっと傾斜が見えるんですけど、あんまり切れないので、まっすぐ行きます。やばい、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 つい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 。あらららら。早っ。早い？男気パッとすぎました。男気パッとだね。ちょっとフォローに乗って。はい。あの、5歩ぐらいオーバーしましたね。1、2、4歩。うまくない？わー、結構切れる。うん、ミス。注意すら。イエーイ！え、うまっ！ナイス！ちょっとまあ、主っぽいんで、私、ちょっとこの。そうだね。はい。もう読み切ってます。ラインを。ナイス！はい。ナイスパー。ありがとう。かわいい、マルボン。ナイスパー。はい。Thank you。負けたら、モノマネか。さあ、モノマネネタとか持ってないんだけど。持ってんの？ん？持ってんの。ただモノマネするだけ。そう、やってみた。じゃあ、モノマネ、持ってるんや。こっち。あらららら。持ってない、持ってない。持ってないんだけど、やってみた。やった。うん。どうだった？反響は。ひどかったです。嘘。めっちゃ評判良かった。え、それは、リカさんの YouTube で流れてる。うん。嘘。です、皆さん。リカさんの YouTube。ここで見てください。もう見てください。はい。いや、多分でもみんな、ひなたちゃんのその罰ゲーム見たいから、最後頑張ります。さよちゃんは？さよ見たくないと思うよ。なんでよ。多分。さよのモノマネ？見たいなぁ。モノマネ？見たいなぁ。例えばどんな？何のモノマネしたん、ちなみに。何でしたっけ、しんちゃんのモノマネ。あ、しんちゃん、あ、そういう系ね。そうそうそう。はいはいはい。なんか人のモノマネとかじゃなくて。あ、そう。なるほどね。しんちゃんの。しんちゃんのモノマネむずっ。これ食べていい？あ、食べていいよ。いただきます。どうぞ。いや、これめっちゃ人気らしいよ。え、なんかずっと食べたかった。グミ。クモグミっていうのかな。あ、これさ、グミッツェル系のやつかな。なんかマシュマロって書いてるんやけど。モフは？なんかこれめっちゃ人気のお菓子でいただいてる。ふわふわしてるよ。え？あと食べた。あ、ふわふわしてるの。でもグミ。うん。え？ヨーグルト。うん。え？うん。グミじゃないめっちゃ。うん。うん、なあ。うんうん。はい、いつも私がグランデ浜の中に来た時に茶店によって絶対飲むものがあって、もうぜひ紹介したいんで、はい、このちょっとあの見づらいですけど、グレープフルーツジュースの生絞りの、しかもあのこれ見てください、
姉さんが愛情を込めてね作ってくださるんですよね。それがもうマジで美味しくて、でしかももう真夏はやっぱ酸っぱいものも欲しくなるんで、でも本当にこれはお願いします。はい、絶対飲んでほしいです。しかもこれソーダ割りでしたっけ？ソーダと水もできるんですか？ソーダだけ。あ、100% の飲んだこと。やば。勝手に割るなって。勝手に割るな、美味しい 100%。あ、私が勘違いしてたのは梅ソーダも飲んでて、そうコルクズでちょっと勘違いしました。すいません。手に割っちゃった 100% 水ですかどっちですかみたいな生絞りなの。美味しそう。そのグレープフルーツはハムナッコなってますか？悪い。やばい、すいません。1個半ぐらいかな。あー、見てほしい作ってる光景を。あ、その上から、あパニックパニック、大丈夫ですか？完成ですか？これね、マジ美味しいから。でも暑い日とかこういうのやっぱいいですよね。いいし、やっぱ太陽にやられたら唯一難点が、血圧の高いとか飲めない。あ、そうなの。ちょっとすいません、写真撮ります。OK、はいはい、はい、いただきます。いただきます。うん、おいしい。これ全然入ってきます、ブツブツ、うん、全然ね、ブツブツ入ってきてる。つぶつぶた。おいしい。入ってないんですか？やば、めっちゃおいしい。でも正直グレープフルーツ酸っぱい感あんま好きじゃないんですけど、うん、全然おいしい。これ甘いもん。おいしい。休憩に一杯どうぞ。これはもう次からね。皆さん、あの炭酸割りとかじゃなくてそのまんまで飲んでください。勝手に薄めないでください。あ、焼酎入る。え、これ焼酎入ってるんですか？あ、これ入ってない。もうベロベロかもね、多分。次の方ハニートラップやから、これやば。それめっちゃいいですね。確かに。すごっ。じゃあみんなベロベロになっちゃいますね。うん、でもベロベロになったら皆さん、あのプレイを進行を早めでお願いします。お願いします。はい、じゃあ行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。最高な。ごちそうさまです。嬉しい。やっぱさ、力入ったりしたらフルバックでもらったやん、この間。なんか、何そのシャフト。え、これバンキッシュです。まあ、それも知らんから分からんけど。バンキッシュでした。うん。